スーパーはですね、神奈川県の小田原にあるんですが、はい、いつもはですね、そちらの方にいるんですけども、今全国に327店舗メガネスーパーがございます。さあ、こちら紬のですね、原料となる繭で体ができているそうで、空気紬がと、はい、あと切り下駄ですね、切り下駄履いているので、うん、眉と下駄で眉毛した。眉毛って覚えやすい。はい。で、この眉毛は切り下駄の鼻をイメージした眉毛になっています。母親と子供2人、留学生から来たんですが、はい、地元の茨城町で開催されるということもあって、はいはい、大変盛り上がっていただいてありがたく思っております。日の丸くんもこの通りでございます、はい。もう大盛況でね、うちのブースも射的やってるんですけど、なかなか混雑しておりまして帰れないね、あれね、よかったねはい、大盛況です。ありがとうございます。伊藤子さん、ジャイルに頑張り、頑張って、あーお願いします。行くっきゃねー、せーの、夢夢夢夢夢の味、心に咲いた君の気持ち、めっちゃ楽しかったです。やっぱり茨城のゆるキャラさん30体も集まってですね、私は推してる茨城町のゆるキャラさんがいまして、今ひぬまるくんを推してるんですけれども、さっきもモフモフって一緒にやらせていただいて、そう、私たちのライブも見どころたくさんなのでめっちゃ楽しかったです。もうみんなが盛り上がってくれてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。かなりゆるキャラがたくさんいて、こんなに茨城県内にゆるキャラがたくさんいるんだなってご当地のびっくりしました。でもなんか笠間の稲吉くんは今火祭りに行ってて、いないんですけども、もうすごく盛り上がりましたね。で、今日 NGF の方々もたくさん県内外問わず来ていただいて、本当にネバギブらしい一日だったなと思います。僕たちネバギブアップ、はい、ワンマンライブが笠間公民館でやることが決定しました。イエイ、こんにちは。はい、10月25日に入っております。そして先行発売、チケットの先行発売が5月の6日に、笠間ポレポレで、先行発売になっております。そして一般発売が8月の1日、はい、こちら E プラスが開始が10時から、はいはいはい、こちら販売となりますので、皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。フィナーレも迎えますけれども、会場の方も4時をもちまして、このイバキャラ祭りは終了とさせていただきます。